はい、えー、どうもお疲れ様でございます。億万長者になるためにはね、もう絶対にやるっていう強い意志が最初から最後まで必要です。まあ今日はいいかとかね、まあ今日は売れなかったからしょうがないや、みたいなね。まあこんなことではダメですし、売れてもないのに飲み会に誘われたらホイホイ行ってしまったりとかね、なんかセミナーがあるよ子で行ってみたりとかね、もう完全にこれ消費者になっちゃってるわけですよ。で、ビジネスをする人間が何をするかっていうとね、消費者になっちゃダメなんですよ。 まあ、ゼロではないですよ。消費者としての立ち位置っていうのも、これは、あ立ちきれないところがありますんでね。ただし、消費者のパーセンテージは1位。消費させるものとして、ビジネスとして商品や、あ何かしらのサービスを提供するものとしての立ち位置が99ぐらいの割合じゃないとダメでしょうね。まあ、確かに、吉田さんが言われたように、熟成さんがね、あの、紹介を2回したんだけども、売り上げ上がりませんでしたとか言って、<laughs> 何をやってんだといや。俺たちの姿を見ろと。 仮にもこれで生きてる人間が、これを失ったらね、金が一個も入ってこないよっていう人間が、このね、第一生命ネオバンクみたいなね、言ってみれば超簡単案件を全然任期満了までに裁けなかったみたいなね。それこそすごい余裕を持って完了させるのは当たり前の話なんですよ。で、完了させるのは当たり前だけども、やってることは余裕のよっちゃうんじゃないよと。毎日、あーでもない、こうでもないっていう風に、 動画を撮り続けたりとかね。それから、自分なりのクロージングをしてみたりとかなんですよ。で、私の場合はね、あの、行きつけのパン屋さんに行って、パン屋の会計をするときに、いや、実はね、こういうアプリがあるんですよって。今日のパンの会計が1500円でしょこれ一発紹介したら終わりなんですよ。ちょっとこれやってくださいよって、目の前でやってもらって、レジを打ち、打っている最中にね、レジちょっと止めてもらって、お客様いなかったんで。ほんで、こうやって登録にちょっとね、手間がかかって30分ぐらいかかったんですよ。でも30分ぐらいかけて、あ できたみたいな感じでね。あでしょうん。じゃあ、これみんなの銀行をついでにやりませんか同じような手順ですから、免許証あるでしょそのままその手続きと同じですよやってもらって、2500円をその人にはゲットしてもらったわけですよ。うん、ねそして、パンもサービスで、あ、これ、ありがとうね、あげるよみたいな感じで、パンもね、おまけでもらった2個か3個もらいましたけどね。うん。だから、それをやってますかってことですよ。で、そういったことはね、あえて別に動画に載せたりしませんよ。 動画に載せてはいないんだけども確実に件数が5件10件上がるっていう裏には誰かにその作業をさしたもしくはさせるためのこうね、うん、動機をこちらの方で作り出したっていう感情を動かしたっていう事実があるわけですよだから2回紹介して登録が起きませんでしたそれは人の感情を動かすほどのアウトプットができてないつまり演出力が足りないってことでもありますしまずフッ,クフックのかけ方が悪いんでしょうね アフィリエイトの初心者でもこれは稼げますよっていうふうに復興をかけていくのか10人中10人がこれで儲けること成功しましたっていうふうに復興をかけるのか1週間で5万円突破しましたっていうふうに復興をかけるのかいろんな切り口があるわけですよね、うん、まずは1,000円稼いでいきましょうっていうような切り口もあるしマックスで7万ですよマックスで30万ですよみたいなねそんなこともあるしギリギリもう期限が来てます今だけですみたいなねもしくは第一生命がこんなことやってますよとかね 第一生命がみんなにお金配ってますよ。あなた知ってますかみたいなね。切り口で行くのかまあ、やることはもう無数にあるわけですよ。動画二つ出して、全然引っかかりませんでした。うん。まあ、そんなこと言ってるレベルじゃなくて、あ、まだこの切り口があるんだまだこの切り口があるなと。いろんなことを試したかったんだけども、あ、もう上限行っちゃったよ。なんだよ。ってから、上限がね、7万5千円しかないことに不満が出るぐらいやんないと。あ、これ、上限50万ぐらいいってもらわないと、俺に対しては。みたいなね。 そういうふうなね、ABC ランクをアフィリエーターでつけてほしいなみたいな。ほとんどの人は1,500円決められないわけですから。だから私たちみたいなのがこれからも生きていけるんですけどね。ほとんどの人が1,500円も稼げないし、1,500円のために労力を割こうとしないわけですからね。うん、いや、本当ね、私の場合もね、プライドといえばプライドみたいなもんですよ。熟成の前でそこに落ちてる石を知らない人に売ることができない人が熟成なのかって思わせるのか、 上すげえこんなことまでやるんだこの人みたいな安心してついていけるじゃんっていう風になるのかね大きな違いだと思いますよ吉谷さんもその辺は同じだと思いますけどね